今日も皆様にザリガニ親父がバイリンガルでコミュニケーション上の重要なお話をいたします。ただ見てるだけで見る見るコミュニケーション力がつくブログです。今日は4月は10日日曜日、今日はで最終になりますが、4月に私の140冊目の本が出ます。残念な人のマトリックスという本です。ちょっと変わった本です。どうぞ今日で終わりますがよろしくお願いします。シリーズで残念な人のマトリックスというお話をしてきました。4月中にですね、私の140冊目の本が出ます。残念な人のマトリックス、はい、1、2、3、4と区別できるんですが、偶数の2と4は残念な人、奇数のですね1と3は素晴らしい人です。はい、どうか皆さんですね、残念な人にならないで頑張ればみんな奇数の1と3になれます。特にですね3番の残念な人はですね、心の持ち方、ちょっとした努力の方向で間違いなく1になります。素晴らしい人、世界に通用する人です。どうか1になってください。はい、今日はですね特に3のですね、仕事ができないけれどもコミュニケーション力があってですね、いろいろな人に支えられてうまくいく人です。これはですね日本ではものすごく多いと思います。サラリーマン社会でですね、一流企業に入ってもですね、大して仕事のできない人がですね、65の定年までしっかり勤まります。それはなぜかというとですね、コミュニケーション力ですね、素直に上司の言うことを聞く、素直に会社の目指す方向に一緒になって歩くというマインドがあるんですよ。学校なんか出てない人、大学なんか出てない人でもですね、しっかり定年までお仕事を全うする人を私たくさん見てきてます。すなわちですね、第3番目の人はコミュニケーション力に勝ってるから生き残れるんですよね。そしてですね、仕事ができないというのはですね、ちょっと説明が必要なんですが、私の仲間にはですね、全く学歴はないけれども漁師をやったり、伊豆大島出身ですからタクシーの運転手をやったりしてですね、70を過ぎてもしっかり頑張ってる人がいます。学力は全然ないんです。しかしですね、学歴はなくてもですね、学力があるんですよね。そういう人は立派に人生全うします。3番手の人ですね。そういう人はですね、私は実はですね、3番にクラスしないでですね、1番にクラスする人だと思います。私の今親友はですね、地方から出てきてタクシーの運転手やってますが、青森から出てきてるんですけれども、東京はもう稼げて稼げてしょうがないと言ってます。それはですね、青森と比べるからでしょうね。そしてですね、チップの額も半端じゃないそうです。2万円ぐらい毎月貯まるそうです。なんでチップももらえるのかというとですね、タクシーの運転手でもコミュニケーションするからです。お客様といいですよお釣りはという人が多いそうですよ。これはですね、まさに第三証言に入っているようですが、私はれっきとしたですね、第一証言の人だと思います。はい、今日は土曜日ですのでちょっと長くなりましたが、ありがとうございました。